どうも、ニドルアサシンです。今回は彼女の手間動画を投稿しようと思います。ではやっていきます。彼女の名前は、大貫です。はぁ。おそく、ニドルアサシンです。おいおい、一応かよ。やばいって。やばいって、マジで。やばいって。やばいって。やばいって。お前何言うてるかわからんねん。ちょ、外角で攻めまーす。はいはい、攻めよー。はい、頭悪い。頭悪いんで病院送り。は？は？ムカつくからビタビタに攻めたろ。あ、残念です。盗塁しちゃったって。盗塁しても残念。ここで抑えるから勝ちなんで。いやー、頭が悪いってそこまで悪いんですね。ダメですね。頭悪くなっちゃいけないわ。勉強しても頭良くはならないけどね。成績が良くなるだけだよ。そこちゃんと考えていこう。マジで、勉強できるやつ、頭いいっつってるやつは、本当に頭が悪いやつだと思ってるから。で、ろくな知識も学んでないんだなって、本当頭悪いなと思うから。なあ待ってしまえよ。あ、やべ。特定の名出しちゃった。やばいやばい。相川翔になってきた。やばいやばい。カブトムシ。やばい。やばいよ。これ、盗塁しようが悩むな。いや、俺は、ここで、リーダーを。やばい。大谷ホームラン。これ、大谷ホームラン狙っちゃっていいと思うんだよね。ヒットになれよ。なんかジブリに出てきそうな声になってきた。火をくれ、火くれ、銭をくれ、銭だ、銭をくれ、銭をくれ。よし、これで1点ゲットだ。やった、銭をくれ。あったから銭をくれ。よし、ここも超えたぜ。俺ね、2対0だ。俺の勝ちもあと少しだぜ。このままだったら俺の勝ちは確定だな。それから俺の勝ちも見えてきたんだ。いや、菊池守備力高すぎだろ。ああ、なんかジブリ作品に呼ばれそう。マジ山本由伸が強すぎるんだよな。
絶対ヒット打たせるな。余裕すぎる。おいおい、こんなんじゃ誰にも勝てねえぜ。まあ、打鉄と。オッケー、スプリット得意。乗ってきた、テンションが。まあちょっと動きが速くなりすぎたな。なるほど。さあバッターは何を待っているか。肩が強いキャッチャーですから、足も抜くでしょうね。ああそうですね。またファウル。これエンドラン仕掛けるわ。ファーストランナーファーゴヒットエンドラン。ゲンダ。オッケー。はい、ドスコイ、ベッドでドスコイしちゃうぞ。ドスコイするぞ、ベッドでよ。娘との投稿ね、インスタグラムして、その後に、知人の女性とベッドでドスコイ。そして怪我を負わせるぞ。やっぱダメか。ベッドでちょっと体がね、筋肉痛になっちゃったかもしれん。あの女よ、許せねえな。ベッドでドスコイさせたくせに。いやー、一郎もダメだったか。先にまみれすぎたな。いやー、もうそんな時はもう完璧に終わらせるしかねえな。ここで。いやー、もう、あれ出すか。弱さ。使うところわかんねえし。なんか防御率 18.0 って見たね。やばくね。低っ。どんな強っ。いや、いいなぁ、球が。これだと打たれにくいかもしれない。お、選手変えるのか。バッターボックスには代打の吉村。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ああ吉村さん、ね、やべ、ほとんど知らねえ。あ、ホームラン打たれた。マジー、マジーよ、助けて。それで、フォアボール出しちゃったら普通に、ダメだな。よし、変えよう。一応はまずい。お前が先に変えるんかい。変えないんかい。このままだとまずいんで。じゃあ、ダルビッシュ。ごめんな。手抜けねえんだわ。オッケー、ゲッツーゲッツー、ナイスナイスゲッツー、ナイスー、いいね、終わり方よかった。まあ、勝ちは勝ちなんで、僕のこの WBC 選手の系統どうよ。やっぱ強いね、この3人は。やめらんねえわ、やっぱプロスピ。じゃあ、お疲れ様です。